Monoscope。 皆さんこんにちは。天野スコープのお時間でーす。イエーイ。ということで、視聴者の皆様、お待たせいたしました。富山先生を迎えての第3回でございます。1回目2回目とですね、アメリカの教育の、素晴らしいところ、あと厳しいところなんかをね、いろいろ教えていただきまして、そんな稀有なご経験、そして大成功された富山先生大成功のこれからのご展望だったりとか、第2回目の最後の方でちょっと日本にどんなものを広げていきたいのかとか、このアジアにどんなものを広げていきたいのかとかっていうようなお話をぜひ聞かせていただければと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね、アメリカのことをずっと話してましたけど、日本の教育にもいいとこありますし、日本でもできることはいろいろあるかなと思ってます。はい、で今いろいろやってますけども、高校生中学生たちとも付き合ってますし、彼らもすごく日本を飛び出して活躍してますので、そういう話をちょっとさせていただきたいと思います。もうぜひぜひよろしくお願いいたします。まず一つ目はとにかく千葉工業大学で未来ロボティクス学科を作ったんですが、その未来ロボティクス学科のカリキュラムがなんとベトナムで、取り入れられたという。おお、すごい。そういうことがあるので、ちょっと自慢していいですか？もちろんです、もちろんです。ぜひ教えてください。これはベトナム国家大学という、ベトナムには国家大学が2つあるんですね。ハノイとホーチミンシティと、でその2つだけは、すごく特別な大学なんですけども、そこで新しいロボット学科を作る、ベトナムで最初のロボット学科を作る、ということで、その、技術系 の大学の、学長さんが日本をずっと回りまして、いろんなカリキュラムを見まして、それでなんと千葉工大のうちのカリキュラムを選んでいただきましてですね。うわ、すごいですね。素晴らしいです。でその結局その向こうの大学に、初のロボット学科を作ることになったんですけど、そのお手伝いをさせてもらってます、うわ、なるほど。でお手伝いっていうのは何から始まるかっていうと、まずカリキュラムを作ることから始まります。でカリキュラム、にある授業の中身がどんなものをやるのか、だから、シラバスって申しますけども、それを作るの、それからどんな、例えば図書館に本が必要なの、どんな工具が必要なの、どういう実験設備が必要なの、どういう、なんだろう、フィールドの先生方、どういう専門の先生方が必要、何人ぐらい必要なのとか、そういったことすべてを入れた学科をの、青写真ですよね。それを作りました。なるほど。いや、僕なんかご縁だなと勝手に感じてしまって、うちも実はベトナムのエンジニアって100名ぐらい、日本に呼んできていまして、今もちろん日本のいろんなロボット技術だったりこういうのを勉強してもらって、一部はもう実践に入ってくるタイミングなんですけども、いや、なんかそんなお話聞いたら次からはちょっと僕らで採用決められるかどうかわかんないですけど、ベトナム国家大学さんにもちょっとお声がかけれたらいいななんて、ちょっと夢が広がっちゃいました。ぜひ教えてください。でやっぱり新しいその学科を作る、ロボットを教えるってかなり特殊な部分があると思うんですね。でそれでただ単純にそういうのを青写真を作っただけじゃなくて、実際に私が行って教えたりもしてるんです、そうなんですね。長く行って教えるわけにいかないので集中講義で教えてますけれども、でそれで学生さんたちに教える、でその教えるんですけど、その時同時に向こうの先生方にも来ていただいて、私がどう教えてるかっていうことを見ていただくということもやってますね。先生にも教えてあげないと。そうなんです、教え方っていうのは日本の先生方もそうなんですけれども、なんていうのかな、どうしても先生偉いになっちゃうんですよね。でも偉い先生はいらないんですよ。なるほど。だから学生とそのなんだろう、シンパシーを通じられる先生じゃないとダメなんですよね。そうですね。だからそういう先生になるためにはどこに教えたらいいのっていう、でキーワードは楽しむってことなんですけどね。なるほど。楽しいって最高ですね。そうです。先生が楽しくないとやっぱり生徒も引き込まれないですもんね。そうです。だからベトナムで教えた時も先生方に楽しんでやってねっていうことをすごく言ったんですよね。なるほど、なるほど。で楽しんでやることによって学生さんって騙されるんですよ、はい、先生があんなに楽しそうにやってるぞ、これひょっとして楽しいのかなと、はい、
いや絶対そうですよね。でそれを騙されているうちにやってるとだんだん分かるようになってきますね、はい、そうするとやっぱり楽しくなってくるんですよね、うんうん、で楽しいと学生さんが来ますよね、こう、はいはい、そうするとどうなるか、そうすると先生が楽しくなるんですよ、あ乗ってくる、そう、はい、学生さんのレスポンスいいじゃんってなってくると楽しくなってくる、はいはい、そうするとどんどんその性の螺旋循環がそうですね、で良くなるんですよ。そうですよね、僕も最近 YouTube でやりますけど、やっぱり生徒が乗ってくれると僕も嬉しくなって乗っちゃいますもん。まさにその通りです。もっと教えよう、もっと教えようってやっぱなりますよね。はい、だから日本の先生方にも、まあ、あのベトナム先生方にも教えたんですけれども、はい、教えたって言ったらちょっと語弊がありますね。あ、いえいえ、あのサジェスションしたんですけれども、はい、楽しんで教えてくださいと、はい、で自分が教えてることは楽しいんだよっていうことをもう毎回言ってくださいと、はい、でそれでやってくださいということを言ってまして、はいはい、それを日本の大学に広めたいなと思ってます。いや、おっしゃる通りですね。でもなんかそのどうなんですかね、僕も大学ちょっと振り返ったりちょっと昔のことあれですけど、そんなに日本だと楽しげに教えてる先生ってあんまりよくイメージが湧かないというか、もちろんそ、ね、はい、その先生が教わる授業、あ、なんていうんですか、先生がこう教えることを教わる機会ってあんまりないような気がするんですけど、うん、どうなんでしょうか、それはあったりするんですか。日本ではないですけれども、はい、アメリカではすごくありますね。あ、やっぱりそのプレゼンテーションのやり方とか、はい、パフォーマンスの出し方みたいなのをちゃんと、あの前回ちょっとお話ししたと思うんですけれども、そのあの教育の、はい、ティーチングのイバリエーションの副学長レベルの人が来ますから、はいはい、ガラガラみたいな、そうそうそうで来て、まあ、見ますよね、はい、でその後実はあの一対一の話し合いがありまして、そこでお前のやったのこういうのこれいいよねって、最初絶対いいことから始まるんですよ、はいはいはい、これいいよね、でもここがねっていうのは、なるほど、そういうことをやるんですよね。なるほど。でしかも学生のイバリエーションが我々の給料に跳ね返るじゃないですか。ああ、そっかそっかそっか、そうですね。だからやっぱりどうしてもいい授業を やろうというふうになりますよね、うんうん、そうですね、はい、でも先生がもし日本の先生たちにそういうことを広められれば、日本の先生たちも楽しんで授業ができるし、はいはい、生徒もそこに引き込まれてどんどん良くなる、はいはい、これ最高ですね、はいはい、でそういう学科を作りたくて実は千葉工業大学に来たんですね。なるほど。あ、そうそう、千葉工業大学の先生 の、 あの一番最初のあれのお話面白いですよね。そうですね、はい、千葉工業大学 の、 その、まあ、新しいカリキュラム、はい、全く新しいカリキュラムなんですけれども、はい、その1年生の最初の授業、はい、4月に入りますよね、はい、で最初の授業の最初の時間の時に、はい、まあ、今学期のこの授業であなた方1人1台ロボット作ってもらいます、はい、だから始まるんですか。なるほど。何もやってこたことない、はい、あの半分文系みたいな子たちもいるんですよ、はい、全員一人一台使うんですね。うわ、それは興味湧きますよね。いや最初みんなこう立て進んでいますね、はい、えっって言いますね。何にも教わってないんですよ。あ、プログラミングも教わってない、モーターなんたらかんたら全部教わってないですよね。あ、そっか、僕あの自分がある程度分かっちゃってるから。そっか、学生さんはもうゼロベースですもんね、はい、ゼロベースです。どうやってから始まるわけですね。どうやってから始まるんですね、はい、であのモーター2個とセンサー2個と、はい、CPU ボード、はい、それから IO ボードですね、はいはいはい、それを各人にあげるわけですね。なるほど。これでロボット作ってると、はい、なんか足りないと思いません？いや、もうなんかフレームとかいろいろ足らないですよね。ですね、はい、2000円あげて、はい、秋葉原の地図をあげます。なるほど、探してこいと。自分で買ってこいと。足で買いに行くわけですね。だから普通の日本の授業での実験っていうのは完成形っていうのは決まってるじゃないですか、はい、これが正解っていうのは、はい、でもこの授業はないんですよ、うん、自分が何を作るかっていうのは自分で決めなねっていう、はいはい、ただロボットっていうのは漢字で考えて動くものっていうふうに我々定義してますので、はい、感じる部分センサーですね、はい、考える部分 CPU ですね、はい、動く部分モーターですね、はい、それは上げるよ、はい、でそれでやるんですけど、であのコンピュータープログラムを教えてませんよね、はい、どうやってできるかというと、はい、サンプルプログラムを上げるわけです。あ、なるほどなるほど。で文法を教えるか教えません。はあ、教えないんですか、はい、どうやってやると思いますっていう。え、どうやってやるんですかそれあのプログラムの中にいろんな数値があるじゃないですか、はい、あそこを変えてみたりとかして、それはここを変えるとどうなるか見てごらん、はい、でここを変えるとこっち行くじゃん、ここを変えるとスピード速くなるじゃん、
なるほど。というふうに自分たちで学習していくんですね。なるほど。パラメーターのその上加減でどういう動きをするのかと、はいはい、なるほどなるほど。コンピュータープログラムを教えるのは後なんですね。はあ。それで作らせるわけです。なるほど。でもそれをやるから雇わんつって全員ができるかってそんなことないですよね、うんうんうん、だからどうするかっていうと先生がたくさんつくんですね、はい、もう先生だけで多い時は5人少ない時でも3人、はい、でプラスティーチングアシスタントがぐちゃぐちゃといっぱいつくわけです。なるほど。基本的に140人ぐらいの授業だったんですけれども、はい、8人に1人は TA がついてますね。はあ、なるほど。贅沢な教え方というか、なんというか、はい、金かかりますよね。はい、そうですね。でも TA だと金かかるんですけれども、はい、我々は SA という制度を使うんですね、はい、この SA は何かっていうと、はい、スティーデントアシスタント、ティーチングアシスタントは大学院生、彼らは雇われてます、うん、お金払ってます、うんうん、SA は学部生、なるほど、お金はほとんどゼロです。なるほど。で、SA。SA。はい。あ、安いんです。なるほど。そういうことですね。で、彼らが、その、はい、まあ、8人のグループにつくわけですね。はい。だから、授業を取ってる学生さんたちにとっては、はい、もう先輩たちですよね。はい。だから、我々よりも簡単に質問できると思いますね。そうですね。気軽く、はい、まあ、メンターみたいな気持ちになって。はい。だから、どんどん質問できるから、どんどん進んできますよね。わかんないと、どんどん。もっていいことはですね、この今度 SA 同士の間で競争心が芽生えるんですね。うわ、うちのチームを優秀に導こうみたいな。そう。なるほど。だから全部がプラスに働いていくんですよね。はあ、すごい。で、やっぱりそれでやって教えられた学生さんたちは今度自分が上級生になった時にそういうのを教えます、うんうん、その輪もできているわけですよね。で、教えてまた自分のレベルが上がるっていうのはありますよね。絶対あります、はいはい、質問されて分かんないっていうの嫌じゃないですか。嫌ですね。自分もやっぱりちゃんと勉強しちゃうしみたいな。そうなんです。なるほど。そういう仕組みを作って、はい、でそれが1個、はい、からもう1個は英語ですね。あ、英語、はい。やっぱりその英語が良くも悪くも国際語になってますよね、はいはい、まあ、残念ながら、はい、日本から出て勝負するときは英語というものができないって話になる、はい、だから英語をやります。なるほど。で、どういう形でやるかっていうと、はい、その他の授業、例えば数学の授業ですか、はい、黒板英語しか書かないです。はあ、なるほど。宿題英語です。なるほど。試験も英語です。授業は日本語でやるんだけど言葉は日本です、ね、書くのは全部英文で書く。もう最初そうやるよって言っても信じないんですよ、学生たち、はいはいはい、でも本当にそうやり始めると本当にみんなが本当なんだっつってなりますけど、はい、どうなると思います。読み書きはでもできるようになるってことですよね、少なくたって。そうではないんですね。できないです。できないんですか。できないですけども、はい、何が起こるかっていうと、はい、英語が周りにあるっていうことに慣れちゃうんです。あ、だから英語があるっていうことに対しての、なんていうのかな、この怖さ、アレルギーみたいなのがなくなって、なくなるんです。まあ、英語が普通にあるよね。当たり前になっちゃうんですね。はあ、なるほど。だからその英語をちゃんとできるようにしようなんていうその大それた野望を持ってなくて、周りに英語があるってことに慣れちゃいねっていう。なるほど。それをやって先生の授業受けたかったな。なるほど。あ、そういうことですか。なるほど。で、それでやってるんですよね、はい、だから私はもちろんやってますし、はい、その未来ロボティクス学科作った学科では、はい、私の他にも何人もの先生方がそういう形で教えてらっしゃいますよね。でも生徒さん少なくてもそれ理解できないと困っちゃいますよね。そうですね、はい、だから、まあ、先輩たちがいるんですね。ああ、なるほど、はい、SA の方たちがそこもちょっとフォローしながら、はい、フォローしながらやってるんですね。だからその演習の授業でロボットを作る授業で先輩だった人は、はい、この人できるじゃないですか。はい、そうですね。分からないけどそういう人に聞けばいいじゃないですか。はいはいはい、っていうことをやれるようにしてるわけですよね。はあ、全てが新しいですね。新しいですか。はい、でもそんなのは当たり前だと思うんですけどね。いや、なかなか僕聞いたこともないですし、うん、逆にそこで学んだ学生さんってやっぱり就職っていうか、はい、社会に出る時もまた全然違うんじゃないかななんて、はい、そうですね、はい、私の研究室から出たやつは普通のとこに行ってるのはほんのわずかですね。あ、そうですか。一人は本当に面白いやつがいたんですけど、はい、Google に行ったんですね、はい、で Google で何やってるかって技術者じゃないんですよ、はい、営業やってるんですよ。そうなんですか。未来ロボティクス学科、ロボットを作る専門家だったのになぜか営業をやってるっていう、はい、何でもいいじゃんっていう。なるほど、うん、いや、もう先生のところの生徒さん、ぜひ今お話聞いたロボットシステムインテグレーターにぴったりなんでですね
お客様 の, その自動化要望を聞いて、はいはい、まあ、あらゆる技術の要素の中から、まあ、コネクテッドいろんなものを組み合わせて、まあ、生み出していくっていう、まあ、応用技術にはなると思うんですけども、はいはい、結構日本ではその部分ってあんまりこう高い評価をいただけてなかったところで、応用技術は本当におかしいと思います、はいはい、あ、先生もですか。僕も本当はそこにあのコネクテッドっていうか、そこに僕はすごい価値が生まれる要素がいっぱいあるんじゃないかと信じてまして、はい、でそのロボットシステムプロデューサーっていうのを育てようっていうプロジェクトをやったことあるんですよ。はい、めちゃくちゃいいですね。だからそのロボ、あの、例えば日本でロボットがなんで一般社会にこんなに出てこないのかっていうことを考えたときに、はい、そのやっぱりマッチングがうまくできてないんですよね、はいはい、ロボットシステムをちゃんとプロデュースできる人間がいないんですよ、はいはい、現場を知ってロボットを知ってる人間がいないんですよね、はい、でそういう人間を作らないと日本のロボット産業って育たないんじゃないかなと、はい、思って、でそういうのを育てるというプロジェクトをやったんですよね。え、先生、うちの会社もまさにあのそのプロデューサー、ロボットシステムプロデューサーになろうというのがうちのエンジニアのもうみんな目標に。素晴らしい。はい、いや、あのロボット学科を作りました、はい、でもロボット学科だけじゃそれは無理なんですよ、はい、なぜかっていうと、これ私の持論ですよ、はい、ですけどなぜかというと、ロボットを作るのって面白すぎるんです、はい、だからロボットを作って満足しちゃうんですよ、はい、うわ面白いって言って、あ、はい、次このモーターこれすげえ楽しい、これを使って何かロボットを作りたい、はい、ってなっちゃうんですね、はい、だからそれがどう使われるかっていう方には頭がいかないんですよ。なるほど。だからそういう方に頭がいくようなやつを育てようと、はい、でそのためにはどうしたらいいかっていうと、はい、そういう現場に立つしかないんですよ。なるほど。だからこの実はサイラボっていうのをやってたんですけど、はい、SILAB、はい、ソーシャルインプリメンテーションラボラトリー、はい、社会実装ですね、はい、社会に実装してなんぼだよお前らと、はい、いうことで、あの未来ロボティクス学科の学生さんとデザイン科学科の学生さん、はい、製品をデザインできる連中、それからプロジェクトマネジメント学科の学生さん、はい、プロジェクトとして遂行できる連中、はい、それをチームにして介護の現場に出して、はい、で実習をやって現場の人たちのニーズを吸い上げてこいやと、でそれに対して何かできないかということを考えろやと。それちょっとスマートファクトリーにもぜひ送ってくださいあのもうめちゃくちゃスマートファクトリーでもその人材必要で、僕はあの実はもう計らずとも昨日ですね、あのそのベトナムミャンマーの子たち40人50人集めて、僕らのビジネスモデルは、まあ、いわゆるその工場の自動化装置、ロボティクスを使ったような自動化装置なんだけれども、これなんで買うと思いますかと。でみんなは品質とか信頼とかもちろんいろんなことを言うんですけど、もっとシンプルにこの装置はお客様の工場でお金を儲ける装置なんですと。だからもちろん機能がいいことだったり何だったりというのは大事なんだけども、お客様からの仕様に言われた通りに作るんじゃなくて、僕らは全知全能を使ってお客様がもっと儲かるように、もっと仕事がうまくいくように、ここにアイデアを乗せなかったらやっぱそれは下請けになっちゃうんだよという話をして、お客様がどういうビジネスモデルなのかをよく理解して、この機会をどう使うのか、これが実は大事なんだという話をちょうどしてまして、で彼らはうんうんって、まあ、あの本当に、まあ後からメッセンジャーとかで今日すごく面白い話を聞けてワクワクしたとかって言ってくれてたんですけど、もう先生 の, その生徒さんもぜひあのインターンとか、あのそういうので来ていただきたいなと。その産業用ロボットとか画像とかそういう AI とかそういうのを全部組み合わせて社会実装の仕組みをぜひ作ってもらいたい。いやだからそのグループ の, この、はい、はその何か考えて木工作るではなくて、はい、木工作った先ですよね、それをどうビジネスにするかというところまで考えさせるんですね。うわ、それでだからあの例えばキャンパスベンチャーグランプリとかそういうのありますよね、はいはいはい、あのベンチャー学生用の、はい、でそういうところに出させるわけですよね、はい、でそこまでやるという、はい、でそういう経験を未来ロボティクス学科のロボットばっかりしかやってないやつにさせると、はい、最高。も千葉工大からここみんな近いですから、うん、茨城も栃木もはい、もう本当に来ていただきたいですね、はい、だからそういう風な大学では取り組みやってまして、はい、わあ先生すぐ遊び行きます、はい、いやもう本当にすごいですね。ありがとうございます、はい、そんな先生が絶対それ必要だと思ってて、はい、そうですね、やっぱり日本でロボット産業をちゃんと作んないと、はい、本当に世界で追い抜かれされちゃいますよ、うん、はい、おっしゃる通りですね。だから足りないのはシステムプロデューサーなんですよ、はい、ロボット分かってる人間はいくらでもいます日本には、はい、だけどシステムプロデューサーはないですね。いやもうそれ本当おっしゃる通りだと思います、うん、でもこの頃大学では遅いんじゃないかと思い始めて、はい、中高生と遊んでるんですよ、
おお、なるほど。中高生。あ、そうなんですか。FRC ってご存知かな。ファーストロボティクスコンペティションって言うんですけども、はい、ファーストっていう財団がアメリカにありまして、はい、それがやり始めたロボットコンテストなんですけど、はい、ファーストの財団作ったやつは、セグウェイってご存知ですか。はい、わかります。あれ作ったディーン・ケンゴン、彼が財団作ったんですね、はい、で彼が始めたロボコンなんです、はい、でこれをアメリカのロボコンなんですけども、世界中にたくさんチームがありまして、はい、私が指導しているチームはチームナンバー6909ですね、はい、まあ、7000近くあるんですけど、はい、日本にはなんと3つしかない。あ、そうなんですか。何だと思いますっていうのはあれなんですけど。いや、なんでですか。やっぱりそういうチャレンジする人は少ないんですか。いや、日本のロボコンじゃないんです。日本のロボコンっていうのは、ロボットを作って戦いますね、はい、両姉妹、はい、そうじゃないんですね、はい、これは参加費だけで実は6000ドルかかるんです、はい、うわ、なるほど。中高生ですよ、はい、それを集めなきゃいけないんです、はい、で、ロボット作るのにまた5000ドルかかります、ね、はい、で、地区大会がハワイであります。ハワイに1週間行きます。いくらかかると思いますかっていう。そうですね。それを自分たちが集めてくる、そのためのスポンサーを探す、はい、で、このサクラテンペスタというチームを、はい、作った時からずっと面倒見てるんですけど、はい、もうすごいですね。500以上の会社にコンタクトを取って、はい、でスポンサーが来たのが10社だけ、はい、でその10社にプレゼンテーションに行って、はい、それで3社4社最初の年は、はい、からお金をもらってっていうのをやって、クラウドファンディングをやって、はい、だからそれを全部やって、はい、それでお金を集める、そういう活動をしなきゃいけない。なるほど。次に、はい、ロボットコンピュテーションなんですけども、はい、ロボットの戦いの成績だけじゃないんですね。ほう。で、目的は、はい、STEM ってご存知ですか。STEM というのはサイエンス、テクノロジー、あー、はい、エンジニアリング、はい、マスメックス、はいはい、これを広げるっていう運動をするっていうのがこの FRC のメインの目的なんです。なるほど。ということは、この中学高校生たちがそういうイベントを作って若い人たちを育てるっていうことをいっぱいやるわけです。はあ。で、スポンサーの人たちと一緒になってそういうことをいっぱいやってる、それがサクラテンペスタっていうチームなんですよ。なるほど。すごいですよ。最初の年に、はい、コンペティションでルーキー賞って3つあるんですけど、はい、全部取ってきました。はあ、すごいで、次の年に2年目から取れる最高賞があるんですけど、それはチェアマンズアワード、はい、それ取っちゃいまして、ね、すごいじゃないですか。そうなんですよ、はあ、で世界戦に行ったチーム、はい、日本のチームで最初のチームですね、はあ、一番最初の世界戦に行けて、2年続けて世界戦に行けて、はい、で3年目の今年は残念ながらコロナで。うわ、そういうことですか。ですけれども、はい、とにかくそういう連中ですよね。はあ、すごい。すごいでしょ。なんか中高生たちがそういうことができるような、はい、要するにお金ということまで、ビジネスということまでちゃんと考えて、でしかもその教育を広めるということまで考えて活動する。うわー、一回取材に行きたいですね。本当に素晴らしいです。素晴らしいですね。こいつらと付き合っていると日本の将来なんとかなんかなと。いや、でも本当おっしゃる通りなんですよね、はい、僕もまあそんな大きい規模じゃないんですけど、まあ、システムインテグレーター協会の中で高校生のロボットアイデアコンテストとかでやっぱり優勝する子なんかには少し取材なんかでコンタクト取らせていただいて、まあ優秀で、ね、もうびっくりしちゃうぐらい、はい、もうこういう子だったら本当に日本任せられるな、真面目だし、すごくその、まあ、発想力も豊かだし、まあ、そういう子ってやっぱりいらっしゃるんですよね。まだまだたくさん、はい、やっぱり一つのキーワードは私は行動力だと思ってるんですよね、はい、もうその行動力という面で、はい、アメリカ人の学生さんと日本人の学生さんがすごく差がつくかなと思ってるんですよね。 なんか思い立ったら行動しろやと、はい、動けやっていう、はい、ロボット作りたいだったら作ればいいじゃんかという、はい、そういうところが、うん、やっぱりそのなんていうのかな、間違いをしたくないっていうのが大きいんですかね、日本の学生さんって。そうなってますよね。もったいないですよね、間違いって当たり前じゃんと、はい、誰だって間違いするし、はい、最初から間違えなかったらお前先生っていらないだろうっていう。確かに我々の商売なくなっちゃいますっていう。いや、本当おっしゃる通りですね。僕らももうファントゥーチャレンジで、もう楽しんでチャレンジすることが一番いいよと。で、間違えるかどうかっていうのは、まあ、次の成功のためのステップだっていう考え方もありますからはい、だそういう意味でロボットっていうのはすごくいい教育の、まあ、道具だと思ってます、はい、っていうのはロボットは組み上げて最初に動くってことはありえないんですよ。なるほど。絶対失敗するんですよ、はい、だから失敗するってことになれるんですね。なるほど。だそういう意味でもすごくいい教材だと思ってます。あ、そうですね、確かに。でもそういう生徒さんたちがたくさん
さんやっぱり社会に出るっていうのは楽しみですよね。はい、そうですね。日本でもその日本人って優秀なんですよね。はい、だのは先生方のなんだろうな責任って重大だと思います。おっしゃる通りですね。ああいう連中をどう育てるかっていうのは、はいはい、やっぱりそれが我々教員に課せられている使命じゃないかなと思うし、はい、そういうことができるチャンスがある以上私はできるだけやっていきたいなと思ってますけどね。そうですね。本当にその行動力の部分だったりとか、まあ、先ほどのちょっとビジネス社会実装の部分ですよね。僕も本当にいろんな高校とか大学でお話をさせていただく中でやっぱり今の自分の技術学んでることがやっぱ社会に出てどう役に立つのかとか、それはい、ちょっとまあ下世話の話になっちゃうんですけど、お金持ちになれるかなれないかとか、そういうことも、まあ、先ほど言ってたスポンサーを集めるとか、うん、そういうところを中高生の時からやってたら、うん、もっと身近にビジネスに触れられるし、はい、日本の学生さんで僕ちょっと感じるのは、その大学院行きたいっていう子たちが必ずしも研究者になりたいわけじゃなくて、大人になりたくないからとか結構またそこを正直にまた言ってくれるところがまあ可愛らしいなとも思うんですけど、まあ、そこがもっともっとですね、やっぱりその変わっていくことができたら、まあ、優秀っていう意味ではすごく優秀な子多いですよね。そうですね。はい、だから なんでしょうね、人生って一回きりなんですよね。はい、でお前さんが生まれた時に持ってきたものって全部その顕在化って言いますかね、はい、持ってる能力いっぱいあるだろうけど、お前全然出てないじゃん。はい、人生一回しかきりしかないんだから全部出せたいと思わないっていう、はい、思うんですけどね。いや僕もその通りだと思います。本当にチャンスだとかそういうものっていうのは、うん、自分でやっぱり取りに行かなければ待ってても来るものじゃないですし、です、はい、だから取りに行ったから絶対取れるっていうものでもないんですけども、はい、逆に言うと取りに行かなかったら絶対取れないわけですから、まずはやっぱりさっき先生がおっしゃってた行動を取りに行くっていうところからですよね。だって500社行って10社でも500社行ったから10社取れたっていうことですから、あ、はい、取れた。そうなんですよ。まあ、10勝490敗と見るのかでも10勝できたじゃんって見えるのかによって大きくその変わるんだと思いますね。はい、もう本当にその通りだと思います。はい、でその失敗してもいいなというのは、はい、失敗するプロセスでどういうことを学んだかだと思うんですよね。はい、失敗するからこそ学べたことっていっぱいあって、はい、だから要は失敗を恐れなきゃいいだけで誰でも失敗するよ、はい、だからその私が教えるときは成功だけじゃなくて私の失敗談もするわけですよね。なるほどなるほど。いっぱい失敗してます。はい、いや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 でも本当に先生のおっしゃる通りですね。でも本当にこのまあアメリカの教育のまあ素晴らしいところ、うん、厳しいところから、そしてまあ日本のこれから先生が今チャレンジされてらっしゃるこの教育のまあちょっと改革って言ったらあれかもしれないですけども、本当に僕はそこがすごく日本の未来に明るい未来にすごくつながるんだろうなって今もう確信もしましたし、魅力ながらなんかお役に立てるところがあればぜひ。天野さんたちは現役だと思うんですよね。はい、私はもうなんて言うんでしょう、 OB です。あ、いやいやいや、そんなことないそんなことないです。でも本当にベトナムへのそういったそのハノイ国家大学へのプロジェクトだったりとか、今その千葉工業大学でやらせてらっしゃるフューロの活動だったりとか、またぜひ学生さんを通じていろいろまたコミュニケーションも引き続き、はい、させていただければもう本当に大変勉強になりました。ぜひまたですね、いろんなお話を引き続きいろいろ教えてください。視聴者の皆さんも、まあ、これ聞いていただいてすごくワクワクしたと思いますし、まあ、何よりも楽しかったと思います。先生がすごく楽しくお話をいただけたので、ということで皆さんぜひね、いいねっていうのとチャンネル登録励みになりますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。